私が勝手にソノティに送らせてもらったんですけど、一旦は見てもらったと思うんで、はい、ソノティのベスト1のカットを選んでもらって、はい、本当ですか、それで作ってもらっていいですか。わかりました。ピアノ椅子に座って熊田曜子写真集見ると軽い変態カットすごい真面目なことをやってるかと思いきや、いや真面目なんですけど、ね、はい、私は写真集を見てくれてる。これやっぱ1時間45分ぐらいかかるかもしれないです。15分頑張って耐えてくグラビアって普段見ないですか。雑誌とかでは見ますよ、もちろん、うん、はい、でも本当に僕人生で写真集ってこうがっつりいただいても初めてなので、うん、めっちゃ面白いですね。他のも持ってきていいです。ぜひぜひぜひ、もう楽譜捨ててそのスペースに入れてますんで。ダメじゃないですか。次が何でも撮っとこう。決まりました。決まりました。はい、はい、教えてください。はい、このページのどっちですか。ページずつですけど、はい、両方好きだなと思って、光と影の感じなのかな。やっぱ自然光の撮影って難しかったりしません？うんうん、光がすごい入るホテルで撮りました。銀座のホテルかな。あ、銀座なんですか。私、子供が3人いるので、ロケに行っても全部日帰りで、そっか、沖縄も日帰りなんですよ。なんという、熊田さん的には、はい、どうですか。私は自分の中でカメラを見てない、うんうん、視線がない写真が好きなんですよ。あ、でこの2つの方見てないですよね。そうですね、はい、だから顔は好きです。あ、なんでしょうね、この自然な感じと光の感じ、うん、綺麗です。ありがとうございます。圧がない写真ですね。はい、そうですね。ちょっと僕もこれだったらそこまで照れずに向き合えるっていうのが、はい、ありますね。はい、じゃあやってみましょうか。はい、はい、ピアニストの方に弾いてもらって、はい、オリジナルの曲を
こんな日ないですよね。いやー、そう言っていただけて嬉しいです。パッて横見ると、ほんと写真見て引いてくださってるから、はい、もうあのこれはね、横向かれてるんで、ちゃんとまっすぐ視線がないから。そう、はい、これってそのあ、引きますって言った時にある程度、はい、作れてるのか、はい、それとも引いてて、はい、指がこう動いていくのか、あの出だしだけ正直決めました、うん、今は、うん、だから、うん、なんでしょうね、あの銀座って言われてましたけど、はい、やっぱりこの光の感じがこう、なんでしょう、注いでる感じですかね、うん、降り注いでる感じって言われて、この、うん、そう、かわいい、この入り方もかわいい、うん、なんかこれが浮かんだんですよね、今、でもこういう陽子さんがこうちょっとなんでしょうね、真正面向いてない感じっていうので、うん、ちょっと不思議な音の並び、なんかこんなの弾いてたと思うんですけど、うん、だから本当にもうこの写真が音楽の行く先を、うん、ヒントをくれるという感じでした、うん、うわー、もしやちょっとこの写真集を一緒に作ってくださったスタッフさんにも、はい、すっごい聞いてもらいたいです。なんかあの、はい、本当にこういうコラボとかありそうですね。僕も本当に写真見て即興演奏したって初めてなんですけど、なんかすっごい面白かったです。今日は本当私のちょっとグラビア誌の中にも最もこう印象の強い日になりました、はい、本当ですか、はい、嬉しいということで、はい、あの前編は私の方のチャンネルでも流させてもらっているので、はい、ぜひお互いのチャンネルを聞き合ってそうですね、はい、お楽しみください、はい、ということで今回はピアニスト園田亮さんと、はい、コラボさせていただきました、はい、ありがとうございました。